さて続いては特集です。 SDGs 北海道から未来へウィーク、最終日の今日はこちらです。8番、働きがいも経済成長もです。過酷な労働環境が問題となっている外国人技能実習生、そんな彼らに幸せにすると約束をしたある社長の思いです。北広島に建設中の北海道日本ハムファイターズの新球場です。仮囲いの作業で汗を流すのはベトナムから来た技能実習生たち。技能実習生たちを束ねるリーダー、タインさんです。日本に来て4年が経ちました。日本語とか難しいですか？難しいです。でもすごいお上手ですよね、うん、普通の会話は今はできるですね。ほとんど分かるですね。ほとんど分かる。仕事機をやり方わからない社員さん全部教え聞いてほしい。低賃金、長時間労働、そして失踪、技能実習生をめぐり全国で人権問題となっている中、彼らの表情は笑顔です。簡です。綺麗になりました。綺麗になりました。社長とベトナムで約束したときはお金貯めたいですって言って約束してるからね。で、社長も幸せにするって約束してるから。技能実習生たちを幸せにする、働きがいのある人間らしい仕事、 SDGs の目標のヒントがここにあります。みんながここにいるってことは来れなかった子たちもいるからね。今日本にも来れない子たちいっぱいいるから、来たくても待ってる子。分かった？はい、当たり前と思ったらダメだよ。いいですか？はい。ベトナム人の技能実習生に熱く語るのは千歳の建設会社の山口武史社長です。この会社ではベトナム人技能実習生24人が働いています。お金欲しい。海賊のためです。技能実習生をめぐっては長時間労働や低賃金、賃金未払いなど不当な労働が問題となっています。山口社長も当初技能実習生を安い労働力と考えていました。丸4年前ぐらいに知り合いの社長さんが、まあ、今外国人使うっていうのがちょっと流行っててみたいな、まあ、安く使えますよっていうことで、でなおかつ現地の子たちも全然それでもいいっていう感じで僕は教えられてたんで、ただまあいざ来て一緒に働いてみるともう全然違いましたね。やっぱり、まあ、技術もそうですけど、なんせお金を稼ぎたいんだっていう気持ちがもう強いんで、それに対してこうやる気だとか、きれいに作業するだとかっていうのはすごく伝わりますね。教えるのは仕事だけではありません。よし、よし、バッチリです。週に1回仕事が終わった後、日本人の従業員が日本語を教えています。厳しい指導ながらも笑顔がこぼれます。山口社長自らも、でも上手だな、上手、 OK。技能実習生たちの寮です。少しでも節約するために自炊は欠かせません。技能実習生たちを束ねるリーダー、タインさん、妻や子供をベトナムに残し4年が経ちました。幸せになりたいし、うん、と思ったんです。ど
さんとお母さんと奥さんとこの2人で、うん、頑張って何年か お金とか、うん、貯めて帰っていい仕事をしたいです。新型コロナの影響で一時帰国することもできません。会いたいですよね。会いたいです、ね、18歳と20歳になったら結婚したら、うん、家とか新しい家建てたいです。幸せになってほしいですね。山口社長が通っていた小学校です。技能実習生たちに共感する原体験がありました。まあ小学校の時はめちゃめちゃ、まあ、貧乏だったかな。やっぱお金なくて、でお金稼ぎたくて、でチャンス掴みたくて来るっていう気持ちと、こう若い時に僕らがこう僕が辛い思いしたとかひもじい思いしたっていうのは僕も同じ気持ち分かってるから、だから何ら変わりなく、ただ言葉が違うだけで、あの一緒にやっていければ全然問題ないなっていうのは、幸せにするって約束したんで、まあ、それは絶対あの約束は守ろうと思ってますけど。約束を果たすためある計画を立てています。3年から5年実習期間を終えて、じゃあありがとね、じゃあ悲しいんでベトナムで、今度うちの会社が向こうで仕事を取って、うちの会社から卒業していった子たちをまた現地採用できれば、まあ、幸せにしてあげるっていう約束はそこでゴールなんじゃないかなっていうのは思いますね。